片町スクランブルナイト。えーとー、えっ、ー、とー、は 桜咲く卒業シーズン到来だあ <laughs> なたの第二部誕生だ今夜はあなたと追い出しコンパ桜が咲いたら私と一緒にお出かけしましょう肩町スクランブルナイト春のてゆてゆスペシャル肩町スクランブルナイト先に言うてしまった <laughs> バランスが崩れたやつ <laughs>、はいえー、続いてお客様こちらですはい、お迎えしたのは大台シャツ専門店金光堂店主の宮谷隆之さんですよろしくお願いいたします今日はね、えー、制服プニタンですはい。はい 2> 第第ボボタン第2ボタンンください <laughs> どこかな、俺の。こ <laughs> どどかなで,で、えーと、宮谷さんご登場いただいて、今日うは、えー、春の最新アイテム、はい、おすすめアイテムをね、<ー>ご紹介ということで、はい、早速、もう宮谷さんの前には、バンバンとありますが、に、はい。今日ちなみに、何、々ご紹介いただけるんでしょう、えー、バッグとストールと、はい、まあ、まあ、シャツ、はいはい、シャツの一部ですけれども。はい まあ日頃はあのオーダーシャツ専門店というふうに言っていただいてるんですけどまあ実際はあのメンズのいろんなアイテム販売しておりましてまあレディースも少しえーまあレディースっていうかユニセックスみたいなもので扱ってるんですけどもそういった小物をえ今回ご紹介させていただきたいというふうに思っております。はい、じゃあどれかからいいきましょうかはい バッグの前にバッグから取り出すものですね。お、なん、はい、ですか？えー、春のストール。お<ー>お、軽い。綺麗、はい。綺麗でしょ。はい。冬場のものとはまたやっぱりタイプ違いますね。すね薄いですし、うん、まあこれなんて非常に、えー、大盤のこういう。 かなりでかいんですよ。素敵な結<の>ごいですね。はいはい、すごい。素敵な花柄が隠れました。はい。えっ、ー、とスクエほぼほぼスクエアのストールで素材はレオノンなんですけれどもこう四隅がこう花柄になってます。ええー、すごい。はい当店で扱っているボブっていうあのイタリアのブランドのストールなんですけれども。はい これレディースに見えますけど基本的にはメ,メンズブランドなのでメンズのブランドなので男性がそう僕着させていただいたあのジャケットのメンズすそうですそうです。BOB <PO>、えー、はいまあこうやってしていただく今年花柄着てますか 花柄というかプリントが来てるので<ー>、えー、カジュアルはシャツあのプリンターにもシャツ作ってもらいましたけどもあれも、えー、とプリントの綺麗な柄でしたけども、うん、れカジュアルはこういうプリントがあの非常に、えー、人気があるというか、うん、出てきてきますねすこれがボブなのとこっちはあのアルベニっていうイタリアの,あのネクタイのメーカーなんですけども。はい えー、今のはレイヨンなんですこっちはコットン素材でこういう綺麗な花がすごいとっても綺麗ですねはい。わ鮮やかこれだと逆に男性でもしやすいかなっていう、うん、まあ大きさがあのこれ,これほど大きくないのでこういうふうにサッと巻いてまあジャケットの中にシュッと入れて頂いか,かっこいいおおんかすごい絵になりますね、はい、ありがとうございます、はい、第二ボタンあげるわやっがボタンあげるわ でこっちはもう少し優しい色合いのこれもコットンなんですけども、うん、ちょっとすこれもちょっと透けるようなこういう柔らかい色合いのこのジャケットというか今日の、えー、とコーディネートにはこれが一番合うかもしれませ、うんかっこいい、はい、チーフも似たような色合いしてますし、うん、あっ、はい、かっこいいなあの春先まだまだまだ寒いんですけども、えー あのー、これからもうちょっと先になるとあの冬物のマフラーってちょっと重たいじゃないですかでもまだ首元が、あのー、ち,ょちょっと寒いという、うんまあ、女性なんかはもういち早くもう春のこういうものをしてますけども男性でもこういう、あのー、春のストールをしていただければなというふうに思いますこれユニセンスどっちでも大丈夫なんですね。 まあ基本的には何ていうんですかサイズもありませんし柄だけなのでえと男性女性あの逆に男性だと結構こうテクニックがいるというかあの勇気もいるかもしれませんけどもえとほぼほぼ女性の方が買われる場合の方が多いです。そうなんですねでもあの男性もぜひトライしていただければなというふうに思います。 だいいいいたくらぐらぐ、ねはい、えっとこっちのボブの、えー、とスクエアの大判の方は、えー、と税込みで 22, <ー>2万2千でえ円、ー。でこっちさあ先にごあの紹介したこっちの方は、うん、アルベニの方はこれは少し幅が狭くて、うんうん、長さは あの10番あるんですけども幅は狭くて、えー、っと1万,万6800円の消費税で1万8480円で同じブランドなんですけどもこっちはあああの今のブルーよりも少し幅が広くな,るなりますので、はい、えっとこれぐらいになります。 こっちの方はお値段が少し高くて 21, 円税込みで 21, 円まああのえっとインポートのネクタイも1万4000とか1万8000するのでまあそのぐらいのプライスのネクタイを買われる方だったら、まあ、ネクタイ1本あの分かなというふうに思いますしうす、ね、こう、えっと、装いも随分華やかになるので、えー、この春。 まあ実はもう一本あったんですけどやっぱりすでにあのうちのお客様ではいえとご購入いただいたのでなるべく早くはいこれだけしかありませんが今年そうなんですね通販でも OK ですねそうですあのネットでも販売しておりますのででえとストールはこの辺に次に進めていいですかねはいどうぞですえっとシャツなんですけどもはい 少しカジュアルめはいあのー、これは、えっと、まもちろんシャツのご説明もあるんですけども今年のトレンドっていうか、ね、あのー、敏感な方は気づいてらっしゃるかもしれませんけど<お>テレビ見ると芸能人の方結構ねスタンドから来てるんですよ。うんはい マオカラーって言っったたりもしましまカラーって洋服の爪入りみたいなのをマオカラーって言いましたけどもスタンドカラーとかバンドカラーとかって言いますけどもあのー、逆にこう我々ぐらいの年齢だとあ昔流行ったねみたいな感じなんですけども若い人にとっては今新しいみたいで, <laughs> <ー>でこういう、えー、っとスタンドカラーみたいなのも流行ってます。うんでえー、これはリネンの長袖シャツで でこれもアトリ、えー、のイタリア製で、あのー、イタリア製のシャツなんですがでえー、っと襟裏とこの前立てのところにさりげなくおしゃれがなく、はい、プリントをしてあるので、うん、まあ第一ボタン止めてもいいですけども止め外してもこういうふうに。 えとプリントの柄が出てると見える、ねはい。で、えー、リネン素材なので、えー、真夏もご着用いただけると。スタンドカラーのとって、一番上は止めるのがあれなんですかね、このデザインの場合は、止めないことも考えて、うんえー、作られてると思いますし、まあ、どちらでもいいんですけども。 テレビ見てるとみんな止めてるかな今。でもせっかくねこう裏側と、えー、いうこう、えー、プリント一遊びあるんだからそうです、ね、ちょっと見せたくなっ、ね、て、えー、それはどちらでも構わないと思います。気によって締めてるとと、はい、洋服。例えばこれ一枚でできるんであればあのー、外していただいて、うんえー、見せた方がいいと思いますけれども、まあジャケットの中に着る場合だったら。 止めたが、なね、そういうふうに見えるというのもありますので,、はい、でこれは、えー、とイタリア製で、えーとまあ、リネン100%でこれだけの、えー、デザインをしてて、えー、と税込みで1万9,800円。 ネックサイズで3 9四十4 1ンチありますので大体 M サイズと L サイズで2色ご用意しておりますうん、うん、かっこいい、はい、またあの半袖とかも入ってるんですけどそれはまた別の機会にご紹介をさせていただければなというふうに思います<ー>まあオーダーでもねスタンドカラーあのいいんじゃないかなというふうに思いますね今年は、うんええ、で首周りもぴったりきますから、うんうん、はいなんか年齢層も若い方から大人の方まで なんか、みんな、合う気がしますね、スタンドから。うんそ,うね、そう言っていただけますありがとうございます、はい、本当に。<laughs> はい。あのー、まあ、えっ、ー、と、幅広い年代の方、うん、そして男女、か、か、あの、関係なく。まあ、女性もスタンドカラーなんか、来たら可愛いんじゃないかな、今。おお<ー>。ええー。 ね、あんまり来てないでしょうからそうです、ね、逆にそういう男性っぽいアイテムを、えー、と導入することによって女性らしさが出てくる場合もありますからはい。はい、なるほど今ストールとシャツとシャツと、はい、出てきました続いて、はい、でストールとシャツを出してきたこのバッグなんですけどもバッグにいきますか、まあ、あのバッグもね私自分自,自身がカバン好きなので<ー>あのバッグって本当に バッグって1個あれば本当はそれで十分なんでしょうけども女性なんて洋服に合わせてねバッグ変えたり、ね、季節に合わせてバッグ変えますが、はい、えっとちょっと変わったデザインがあるとあの、まあ、売れるとか売れない別にしてちょっと仕入れたくなる、はいで。これがえー、っと まあ以前にも仕入れたことあるブランドなんですけどイオペルっていうあのイタリアのバッグメーカーのもので、はい、まあこうやって持てれば普通のトートバッグじゃないですかこういうトートバッグなんですけどもこれねこうやって巾着のようにギュッてこうてお<ー>、はいうこうやって持てるんですだからあの物を入れて中が見えなくなるのとうん、うん、でショルダーにもなるので ショルダーもですねこれあの金具でこうやってショルダーをつけられるんですけども、はい、ショルダーも長くやるよりもちょっとあってもいいかなこうやってちょっと狭いのがあるんですけども<ー>あのこういうふうに背中でピュッてこうやって持つような感じで、うんえー、軽く持っていただけるようなまああの贅沢の人だったらお買い物バッグでもーな。いかな。ここにあのうん えとキャベツとか入れていただいて <laughs> スーパーに行ってただあのブランド商品じゃないのでえとそこまで高くないっていうかまあ高い安いはあの人によって違うと思いますけどこれが例えばあのデパートさんの1階にドンって構えたお店だと。 十何万万、とか、ここにロゴが入ってたら1 2 3万とかですけどもこれはイタリア製で、まあ、しっかりとした革を使っててお値段が、えー、税込みで3万8500円ですから<う>まああのー、それに比べるとクオリティも高くてデザイン性も高くてそんなにえー、っとまあそれに比べるとですけどね、うん お高くないかなというふうに思います。で、あの色合いがですね。黒と。これちょっと色合いがわかるかどうかわかります。すね、画面越しだと。かわりによって違うと思いますけど、ボルドー。はい。若干好きがかったようなボルドーなんですけども。えっ、ー、と。こちらだと。わかりやすいです、ね。まこれも。うんうん、えっと、男性でも女性でもいけるような色合い。うん、そうですね。はい、女性も。持ちやすそうな。はい。 フニタンするとちょっとこうあの、今日のちょっとね制服っぽい衣装には合いませんけども、ね、<laughs> <laughs> 少しこうアダルティな感じのお洋服を着た時にこういったものをお仕事でこうやって持って歩くっていうのは。 いいいいかなななという,ふうに思まますす小さなパソコンなら入ります、うん、ね大口だし幅、はい、あまちっていうかね、はい、厚みもしっかり収納力ありそうですから、はい、こうやって持てば普通にトートバッグみたいに見えますから、ねうんはい、男性でも大丈夫ですしもちろんこうやって締めていただいてまあ巾着っぽいのってなんかレディースっぽいイメージありますけど別にあの男性でも持てるような、えー、デザインになってます。 ということで本当にね、あの一部、ごく一部ですけれども、そうですね。今日はスタジオにお持ちいただいて、ご紹介をしました、はい、でえ通販サイトね、北京行動の EC、はい。EC でも販売しておりますので、うんえー、全部、まあ、ポチっとしていただければ、明日お送りします。お<う>お<ー>、はい。対応が早いですね、はい、はい、やっぱりねあの、EC 利用される方、今、相当増えてるって言いますもんね。 そうですね。自分でもそうですし商店街で商売をやっておりながらあれですけども残念ながら、えー、EC サイトでの、えー、お買い物も増えていますしご購入も増えていますでまたあの、ホームページに載せていることによってお客様もご来店いただいてますから。うん えー、ちょっと景気がねいまいちって言いながらも今日やっぱりあのご紹介しようと思った商品が他にもあったんですけども店頭であの今日売れてしまったりもしてたもんですから、はい、なるべく早くあの春のこういう注目されるような商品は ご購入いただければいいかなというふうに思います季節の変わり目皆さんね、はい、新しいアイテム欲しいなという方がね多くなりますよねでコメントでもね、はい、ジャケットにストールが似合う男になりたいな、うん、似合う似合う <laughs> でえっ、ー、とのそうスタンドからまず俺に入るサイズはあるのかなってオーダーしましょうオーダーですよねここはね、はい、<laughs> オーダーだったらばどんなサイズでもオッ ok そうですねそう はい、もうプニタンのわがままサイズでもオッケー。はい、オッケーだったんで、お腹、はい、お腹を大きくてもそこに対応して作っていただきますよね。はい、はい、大丈夫です。はい。 ということで、皆様ね、コメントありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ改めてご紹介です。はい、はい、ということで、ここではオーダーシャツ専門店、金光堂店主、宮谷孝之さんに。この春おすすめの、ストールと、バッグと、シャツを、ご紹介いただきました、うんはい。ありがとうございました。一匹だったね。今よかった。<laughs> <laughs> ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ぜひ、ストールはですね。あの、似合う男になるんじゃなくて、することによって、似合う男になります。うん、大丈夫です。すごい格言が。 yeah <laughs>